はい、今回のこの動画では、WordPress プラグインのメールチンプ法、WordPress について解説いたします。こちらのプラグインでは、メール配信サービスのメールチンプと WordPress を連携させるプラグインとなっています。はい、では早速、プラグインのインストールから解説いたします。こちらのプラグイン、新規追加をクリックしてください。はい、でこちらのプラグインの検索に、メールチンプ法オワードプレスを入力してください。で、検索結果にこのように出てきますので、今すぐインストールをクリックしていただいて、同時に有効化もお願いします。で、有効化を行いますと、サイドバーの方にこのように表示されますので、こちらをクリックしてください。で、こちらをクリックいたしますと、はい、このように設定画面が表示されます。まずは API キーの取得ということで、このようにメールチンプにログインした状態で、こちらの Get Your API Keys Here をクリックしてください。はい、で次の画面で API キーを作成する画面に行きます。はい、ではまずこちらの Your API Keys、こちらの Create a Key をクリックしてください。でしばらくしますとこのように API キーが作成されます。でこのボタンなんですけど、全く API キーを作成していない状態ですと、この中央に配置されている可能性がありますので、まあ、こちらがあったらクリックしていただくと API キーが作成できるということを覚えておいてください。で、この状、API キーが作成されましたらコピーしていただいて、こちらに貼り付けをお願いします。貼り付けしましたら変更保存を必ずクリックしてください。はい、でこちらの API キーの設定終わりましたら、このメールチンプの下のホームズをクリックしてください。はい、こちらでホームの設定ができます。はい、このようなホームを作成しています。まず、こちらを作成していきたいと思います。で、この名前なんですが、はい、こちらの名前を作成していきたいと思うんですが、この名前をクリックしていただくと、このように設定画面が出てきますので、まず名前と入力していただいて、このプレスホルダーというのが、この例として表示されている元になります。まあ、こちら、適当なもので結構ですので、まあ、このような形で任意なもので結構ですので入力してください。Add to Home をクリックするとこのようにコードが出現されます。この部分がお名前の部分ですね。はい、続いてメールアドレスということで、このメールアドレスをクリックしてください。こちらでメールアドレスと日本語に入力していただいて、プレスホルダーということで、まあ、こちらのはい、例として表示されているものになります。こちらを、はい、このように入力していただいて、Add to Home をクリックしてください。これで、メールアドレスの部分が完成できました。続いて、この申し込みボタンなのですが、こちら、Submit ボタンになる、こちらをクリックしていただいて、まあ、今すぐ申し込むというふうに入力していただくとこのように出現されます。まあ、最初デフォルトであらかじめ用意されているものがあるかと思うんですが、このように作成してみてください。はい。で、この状態で変更保存をクリックしてください。はい。で、続いてメッセージということで、はい。こちらで登録後のメッセージを変更することができます。探求ページに飛ばす場合は特に必要ないのですが、まあ、カスタマイズしたい方はこう変更してみてください。で、英語でよくわからないという方は Google Chrome をお使いの場合はこのように日本語に翻訳という機能がありますのでそちらを使ってみてください。変更しましたら必ずこちらも変更保存をクリックしてください。はい、続いてセッティングです。まあ、こちらで、このようにメールチンプで作成したリストがこのように API キーを設定しますと表示されます。メールアドレスを
入れたいリスト名をこちらでチェックを入れてください。はい、あとはデフォルトのままで結構なんですが、こちらで、まあ、サンキューページの指定ができます。固定ページなので作成したものをこちらで指定してください。まあ、この入力が終わって申し込みボタンを押すとサンキューページに移動する設定になります。まあ、こちらも必ず設定を行ったら変更保存をクリックしてください。で、最後にこの Get ショートコードということで、ショートコードをコピーしていただいて、まあ、固定ページの方に貼り付けをお願いします。はい、で、こちら、ビジュアルとテキストとあるんですが、必ずテキストの状態で貼り付けをお願いします。はい、このようにフォームが作成できました。まあ、あとはこのように入力、試しに入力してみます。はい、すると、まあ、指定したサンキューページに移動して、まあ、しばらくするとこのようにメールも来ます。あとはこちらをクリックしますと、実際にリストに追加されるという流れになります。はい、このメールチンプとワードプレスを連携させたい場合は、こちらのプラグインを使用してみてください。今回のこの動画は以上となります。